YouTube チャンネルです。本日研究生にやってもらう企画はこちら、風船爆発山手線ゲーム。知ってます？これ分かります。ルールは簡単なんですけれども、この爆発しそうな風船を回していきながら山手線ゲームをしていきます。風船が割れた時に持ってた人には罰ゲームをしてもらいますので、割れたのが罰ゲームじゃないんですか？え、ね、え、そうなの？僕も思った、割れたのが罰ゲームなのに大人たちはその後にちゃんと罰ゲームやる。そうですね、うん、あの全部のゲームでポイントが溜まってって、一番ポイント溜まっちゃった人が罰ゲームなんで。マイナビティーンズチャンネル、最初のお題はこちら、 JK あるある。するの僕なので、僕が本当にそうだねってなって思ったやつがあれって言ったら次の人が当てるんで、難しい、僕がどこの方が勝つ。すいません、私出会い系じゃないんですけど。確かにな、困惑してますが、それではみんなでやっていきます。ショー、それではスタートしていきます。 JKRR、 よーい、スタート。爆発したんじゃないですか？
ゆうちゃんが言ったか、確かに何だ圧勝ムーブとか言ってる。圧勝ムーブ。じゃあ本当に分かんないもん。分かりましたね。みんな全然怖かったね。怖かったね。あ、こっち側来た人みんな僕の方にこうやってやるの。それでは第4戦目です。お題は動物です。第4戦目、動物でスタート。ウサギ、はい、オッケー、ゴリラ、オッケー、クモ、オッケー、ミーアキャット、オッケー、ブタ、オッケー、アヒル、オッケー、ライオン、オッケー、シマウマ、オッケー、ハナ、オッケー、パンダ、あ、なにパンダだ、オッケー、カエル、オッケー、アリクリ、オッケー、アリ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 、動物じゃないよ、ヨコ、ヨコ、ブタ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 、アヒル、アヒル出た、ブタ、来るよ、キン、オッケー、チーター、オッケー、サル、オッケー、リオちゃんさん1ポイント。それではですね、ちょっと一旦今1ポイント貯まっている人手挙げてください。はい、同率だった場合は全員に罰ゲームやってもらうってなったんですが、変えまして1ポイント貯まっているように決勝戦を行います。うわー、なので4人以外の3人は安全場所へ移動してください。うわー、それでは決勝戦、イエーイ。決勝戦のお題はフルーツ。好きですか。じゃあ可愛いフルーツどんどん出してください、はい、それでは決勝戦用意スタート。いちご、オッケー、マスカット、オッケー、ブドウ、オッケー、メロン、オッケーキウイ、オッケー、みかん、オッケー、グラ、グレープフルーツ、オッケー、バナナ、オッケー、マスラビュー、メスイカ、オッケー、桃、オッケー、メロン言いました、言ってない、罰ゲーム。フルーツそんな出てこないかね。なんかパニック、何やってんの。パニック、やってみたら本当にマジでパニック、全然出さないから僕がなんか言おうかな。それではリオちゃんさんにやってもらう罰ゲームは、卒業しちゃう先輩に胸キュン告白ゼリフ。みんなは見たいだろうけど、リオちゃんさん恥ずかしいだね。それではリオちゃんさんの卒業しちゃう先輩に胸キュン告白ゼリフまで3、2、1。先輩、卒業おめでとうございます。いや、先輩と離れちゃうのちょっと寂しいな。実はずっと前から好きでした。これからも一緒にいてください。これも先輩多分卒業するのやめるよ。さすがです。恥ずかしい、恥ずかしい。でも素晴らしかったね。素晴らしい、よいよいよ、マイナビティーンズチャンネルということで、じゃあ最後に研究生から一言お願いします。はい、私たちマイナビティーンズ研究生は JK を極めるためにいろんな挑戦をしていきます。皆さん、グッドボタンと、コメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。せーの、バイバーイ。一流 JK はどっちだ。勝者プレゼント対決。一流 JK ならプレゼントのセンス一流じゃなきゃ、うん、ということでですね、予算5000円で視聴者プレゼントを購入してきてもらいます。